絶対レードトリック、ジムリーダーグルーシャに挑みますか？はい。かっけえな、絶対レードトリックってよ。どういう意味？言葉の響きだけでちょっとかっこよさがあるけど、意味を問われると微妙だよな。絶対レードトリック、嘘寒い怪盗キット。トリックの訳し方が異常。おえー、この子がさ、うわなんかちょっと可愛くない？ごめんごめんね、ピン。この子がさ、グルーシャのさ、切り札なのかなって思ったら全然違ったよね。そんなとこにいたのか。うー寒い。挑戦者の人？そうだよ。僕はグルーシャ、元プロのスノーボーダー。今はジムのリーダーやってる。あんたの滑りは、うん、クールだった。見てた？僕のコライド真っ白になったけど、そういう仕様ですか？違う。でもあまり気を良くしないで。なんかさ、なんでこういうちょっとツンデレなんだろう。好きになっちゃうからやめてくんない？違う。雪山は危険だ。簡単に人生のコースを狂わせる。実験者は語るってか？デリカシーゼロ。ポケモン勝負も同じ。いつだって。慣れ始めが一番恐ろしい。なんかもうだいぶ慣れてきたんだけど、どうしたらいい？こんな日に僕に挑むなんて、やめた方がいいのに。あ、ご都合悪かったです。なんかいい日教えてくれたら、なんか腹立つ顔してんな。なんでなんでこんなに、いつももうちょっと可愛い顔してるのに。なんか頬膨らませてない、あんた。なんか食ってんなお前。本当に僕と戦う？戦います。もう負けるかもしんないと思いながら戦います。寒い返事。残念だよ。なんか思んないって言われてる気がするんだけど。僕も仕事だから、悪く思わないで。優しいね。人の心配しきれるんだ、あんた。失礼。じゃん、ちゃかちゃん。うん、観客近っ。雪のように冷たい現実を教えてあげるよ。こんな可愛いジムトレーナーおったら、毎日見に行くけどな。ストーカーかよ。ジムリーダーのグルーシャが勝負を仕掛けてきた。持ってます。てかアンダースローだったね。かっけえね。あ、虫同士じゃん。なんか対極的にいるわ。僕は止めたからね。実施があるとも知らない。かわいい。47 47。危ないかも。あ、出た。ってことはもうあっちが大体先行と思って動き始めた方がいいのね。頑張れ。強すぎ。強いじゃん。なんだよ、アマテラスやるじゃん。カラクチラ、そのまま行きましょう。耐久硬いんだっけ、ハルクジラってね。うわ、ごっつこえ。こいつの色違いバカかっこいいよな。あ、それはまずいです。危ない。一発入れれるね。こよしよし、いぞいぞ。あ、やばい。やっぱ硬いんだな、あっちがな。42か。いや、でも行ってみよう。でもアクアブレイク持ってるのは分かったな。だから軽率に炎テラスを切ってはいけないんだ。あ、本当に綺麗。熱い脂肪になった。熱い脂肪ってなんだっけ。あ、本当に痛いかも。よかった、瞑想積むかちょっと迷ったんだよ。うわ、いい空の具合。良いぞ良いぞ。追い風やんだ。ワンちゃんこっちが早いのでは。いけ、最高記念室。あ、やばい、あっちが早かった、無理すぎ。ごめん、ヤンデレちゃん、ごめん。本当にバカでごめん。僕頑張れ。あー、ほらね、ちょうど隠すんだよな。パワラバリー。ほら、良いぞ良いぞ。よし、いいぞ。ほら、半分いったね。急所か、なるほどね。あ、それは無理。あー、無理すぎー。はぁ、本当にこの子いい子すぎる。いや、先にレガハンマー打って。なんでだよ。いや、ちょっと待った。地雷ちゃんはね、絶対殺すべきじゃない。大ちゃん行こう。回復していいかな。元気のかけら使っていい。ちょっと大ちゃん耐えれる？耐えてね、お願いだよ。あ、かわいいな、本当にお前は。あ、強い。
強いぞ。お、強いぞ。いけ。ですよね。でも自信なら、いやでもアクアジェット持ってたもんな。危ないな。自信は耐えれるが、アクアジェットを耐えれない。でも先に動けばいい話だ。目覚めるダンス。よし、いいぞ。強すぎ。これいけるのでは？確かに言うだけのことあるけど、踏み外せばすぐに奈落だよ。確かに。よん、あーち、僕その子欲しい。あ、メスかよ、お前それも。よこせ。それよこせ。テラス目覚めるダンス？いや、そうだよな。そうだな。切っちゃうか。切っちゃおう。あ、悩んでる。リガ、俺と一緒に悩んでる。あ、こっちが早い。いいぞ。めちゃめちゃいいぞ。もっと苦戦すると思ったんだけどな。こりゃいいぞ、いいぞ。強くなったな、僕たち。ジョブと雪山は似てるんだ。あっという間に姿を変える。わあ、かっこいいな。え、でもグルージャ君は、正直本当に女の子には見間違わなかったわ。どっちかなとは思ったけど、あ、男の子っぽいなと思うけどね。どうなんだろう。そんなに分かりにくいもんかな。いいな、テラス勝負で。いいぞいいぞ。強っ。強っ。はい、当たらない。はい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 。本当はメロメロにしてやりたかったけど、命拾いしたな、グルーシャ。よし。素晴らしい。素晴らしいよ。よし。え、何そのポーズ。僕の氷、溶かされた。うん。急に可愛くなった。しんどい。オタク心をくすぐってくる。そういうのいけないと思うんですけど。逆境をものともせず、未来を切り開く熱意。昔の自分を思い出すよ。いや、なんでもない。ジムバッジを渡さないと。写真戻って。そんなこと言ってたっけ？え、合格の記念に一緒に写真を撮るって？うん、そういうの寒いから普通に嫌なんだけど。言いながら撮ってくれるもんね。仕方ない。特別だ。ってことはさ、他の人たちって写真撮らないの？僕だけ？ちょっと狙いすぎじゃない？ピー。やめたれ。あ、かわいい。かわいい。ちょっと、ピーが腹立つ顔してんのいいな。かわいい。ジムバッジ7個あれば、レベル55までのポケモンは捕まえやすいし言うこと聞くはず。そうだ、忘れないうちにこれも持ってって。そのちょいちょいさ、マフラーピッてしてさ、口元見せてくれるのなんなん、ファンさん？アイスピーナーか。ぐるぐるぴょーんのやつね。僕との写真なんかより絶対使えるはずだから。いや、もう家宝にするんで大丈夫です。怖っ。サムユの家じゃなかったらまたおいで。それじゃ。あんなになんか最初はさ、なんかこんな日に僕と戦うのやめた方がいいのにみたいな、ツン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 したくさに、こんなに急にデレを見せられるとちょっと心臓のキャパが足りない。血が溢れ出すからやめてください。かわいい。あいつなんか割と早く終わっちゃった。ポピーちゃんがいる。ジリちゃん連れてきてくれたの？毎度、ジリちゃんやで。かわいい、ポピーちゃん。ポピーちゃんかわいい。なんや、ジム巡り、調子ええみたいやん。ジリちゃん、ジリちゃん。ん？ああ、君ら初対面か。あ、めっちゃ可愛いな。あ、並んだ。美女が並んだ。あ、俺女じゃないわ。このお兄ちゃんは？え、お前、俺が男だと気づいていたのか。トップも認めてるくらい
ポケモン強いんやで。あら、あらあら。ポピーのポケモンもとても強いと思いますけど。なんかちょっとお嬢様っぽいわよね、この人。え、でもさ、ネモちゃんが最年少チャンピオンって言ってたよね。だけど、この子はチャンピオン吹っ飛ばして四天王就任ってことよな。え、でもさ、どうなんだろう。ジム、やったことないのかな？え、もしかして年上とかある？いや、違うよね。いや、わかった。こいつ、灰原愛だ。なるほどね。謎が解けたわ。今日からお前のこと灰原愛って呼ぶわ。違うと思うけどな。どっちが強いんやろうな。え、待って、なんか俺の顔めっちゃ綺麗じゃない？緑色の目がすっごい綺麗に見える。てか髪の感じがすごい。あ、でもダメだ。自分のこと好きすぎる。ぬぼれんな。かわいい。ポピーしてんのだから、ポピーの方がすごい。そうなんですよね。全然僕よりすごいんですよね。自信持っていいぞ。はい、笑い。あはは、かわいい。なんかさ、四天王は割と、灰原愛のこと、灰原愛って呼んでるわ。灰原愛のこと、出来合いしてるイメージなんだけど。ポピちゃんかわいいもんね。僕も好き。美人。絵になるね、君たち。サムネにしたい。この子、ちっこいけど、四天王なんやで。それもさ、チリちゃんの後に出てくるから、チリちゃんよりも強い認定なんだよな。チリちゃんどんな気持ちで接してんだろう。子供やけん、悔しさとか、いや、なんかそういう話をしだすと生々しいからやめとこう。どうなんですの。ポピーのポケモン、お兄ちゃんに早く見せたいです。かわいい。ポケモンリーグという最高峰の場所で、今かと待っておりますので、かわいいなぁ。プレス抱っこさせてくんない？きっしょ。あ、ちょ、待ち。ポピーのためにも頑張ったってな。ほら、ポピー、じいちゃん置いてくな。ほんとだよ。あんな美女置いてくな、ポピー。どうしよう。授業の続きが受けられるようになりました。久しぶりに学校戻るか。どこ行こうか。テニスに決まってんだろ。医務室か。あれ？いね。エントランスホール？おらんけど。あ、いた。何してんの？これ以上近づけない。かといって、ここ使えないよね。ふざけんじゃねえ。あ、いい。ごめん、今、医務室留守にしちゃってる。いや、いいんだけどさ、別に医務室に用はないからさ。私に用事だった？うん、そう。あなたに会いに来たの。で、何してんの、あんたは。え？私が医務室にいないの、珍しいって？うん。あ、ちょっとね、勉強してんの。ほんと、突っ立ってたけど。頑張れ！もう一回、用語共有の試験、頑張ってみようかなーって。すごい！頑張って！すごい！あ、言っとくけど。誰かさんが宝探し頑張ってるのに影響されたとかじゃないからね。うん、なんかさ、今日積んでるキャラ多くない？なんでなん？いや、ちょっとは関係あるかも。だけど、かわいい。だから、ちょっと感謝してたり。じゃあ、そのお礼に付き合ってもらえます？最低。本当に嫌なやつ。あ、そろそろ休み時間終わっちゃう。休み時間中に勉強してんの？エロ。い、応援しててよね。偉すぎだろ。お前、どこでそれを見つけた？なあ。どうしてだ？どうしてお前はそれを持っている？ムーマなど僕も持っていないぞ。おい、ふざけるんじゃない。僕を見するな。かわいちょう。あ、今さ、会いに行けたよね。ほら。もう時期よりこっちが大事だわ。普通に、話せる。話せてしまう。本をさ、読んでて、あ、この本、すいません、手当たっちゃいましたっていう茶番しない？僕と。やめろ。あー、ちょっ、貴様は、一の A、ピカ、なんかそういう覚え方しないで。単体で覚えて。え、
貴様は新しいものと古いもの、どちらが好きだ？え？部長別に興味ない。歴史の先生なんてこと言うんだ。古いもん。おお、古い方が好きか。やはり素質があるようだ。そう言われると思って押したっていう横島な考えは伏せときますね。このものであれば、いずれ私にとって有益な存在に。聞こえてますよ。めっちゃ聞こえてますよ。いや、何？気にするな。ちょっとした独り言さ。気にする。それはさすがに気にする。有意義な時間だった。感謝するよ、ピ。あ、またピクピク動いてる。可愛いね、その前髪。ちょっと仲良くなった。いやぁ、スタイルいいなぁ。ピ、貴様は興味深い生徒だよ。なんかもう使われてるんだけど、僕。